はい、今回はソーシャルメディア対策ということでブログの回遊率ですよねブログにアクセスを集めるためにより外部ですよねこれ内部のことではなくて外部とこの連携でアクセスを集めるというような対策について解説をしていきます、まあ、クロスメディアということでブログというメディアだけではなくて例えば記事更新しましただとか例えば記事のね触りだけ書いてこの本編にねブログに誘導するというやり方ですよね 言ったときに、やはり Facebook とか Twitter とか、ね、Google ラスとかが使えるわけですよね。これはソーシャルメディアといいます。メルマガ型 RSS はね、ちょっとソーシャルメディアとはね色が違うわけですけども、まあ、Facebook、Twitter などねソーシャルメディアなので、拡散することでこうアクセスを呼び込める。こういった意味でソーシャルメディアと連携するとアクセスが集まるという仕組みですね。でその SNS を活用していきたいんですけども、活用の前にね、3つのルールがあります。こちらをね、 今回ね、覚えておいていただければなと思うんですけれども、まあ、前提として役に立つコンテンツを発信しているかですよね。例えば、こちらの宣伝ばかりだとかね、自己満足のツイートとかつぶやきっていうのは、なかなかこうね、まあ、よほどのね、例えば著名な方であればね、そのファンがついてればいいと思うんですけれども、これから発信していくってなった際には、やはり役に立つコンテンツですよね。まあ、役に立てばコンテンツの質が高いってことを認識されますので、まず役に立つかということです。 なので、多くの方が抱える、ターゲットの方が抱える悩みとか、その課題に少しこう関連しているかなっていうことをね、一つ軸として考えてください。で、一方通行ではなくて、双方向の会話を意識して、交流をメインにするっていうことなんですね。ついついね、ご自分の、はい、書きましたとかね、これを自分はこう思うんですって、発信の方ばかり注意をしてしまう方がいるんですけれども、それに対してコメントとかが来るわけですよね、ソーシャルメディアの場合。 でコメントをね、例えば無視してしまうとかいうのはやると良くないわけです。やはりね、ソーシャルメディアとはいえ人間と人間のね、関係ですから、きっちり会話をしましょうということです。で自分から発信だけではなくて、誰か友達とかが発信をしてきたら、それについてリアクションしてあげましょうね、コメントしてあげましょうね、で会話をね、コメントつけてしてあげましょうね、ということで、交流をメインにしてくださいということです。で、3つ目が、 あくまでも動線を意識してくださいということです。ただ Facebook やるとか、ただ Twitter にアカウントを持っておくとかね、ただこういいねしているだけではなくて、しっかりそれが、例えばあなたのブログへ誘導して、そこから何かサービスに、ね、登録してもらって、メールアドレスを取って、教育をして、最終的にランディングページで販売するといった動線というのを意識していないと、これね、時間の無駄になりがちですので、しっかり SNS 活用の元ゴールには、 しっかりね、サービスを案内するということがあると思いますので、どうせも意識してみてください。これが SNS 活用3つのルールということになります。